はい、こんにちは。日本改革と、日本改革と靴沢です。高市大臣反撃開始、小西文書は作成者も配布先も目的も不明のいわば怪文書、偽造でもなく変造でもなく捏造だとかなり配慮して申し上げた、いうことで、まあぶちかましてるなあ。4月2日に NHK スクランブルでもやります、よろしくご参加ください。どっかの朝日新聞かな、高市大臣逃げ切りなんて書いてまして、全然逃げてないよね。むしろ正面からボコボコ殴ってるような感じがするんですけれども、一般反応です。言っちゃった文章の見分けもできないくせに人の首取ろうとか、これは小西のことですか。書類を精査して事実と断定できないってよっぽど、本当にまだやってんのという印象。偽造変造は犯罪になる。いや行政文書ですからね、捏造も犯罪になりますよね。毎度の立憲の難癖にうんざり。小西と杉尾は大騒ぎの責任とって議員辞めろ。まあそんなね、首相な心がけだったら立憲になんかいらんねえから、まあ辞めないですよね。叩いても誇りが出ないのはさすがと、立憲にはうんざりって声が多かったですね。さらに高市さん、複数の関係者に確認した結果、この文書が差し込まれたことについてその事情は理解したと。なんか全体で40ページぐらいあって、高市さんに関する部分が4ページなんですけど、もともとね、その40ページ、36ページは磯崎、補佐官、首相補佐官についてのことで、突然高市さんに関する4ページだけ差し込まれていた。つまり作成時期が違うらしいんですよ。5月にの話、高市さんの部分は5月の話で、磯崎補佐官の話は2月の話、それをぶち込んでいるのを知ってるよ正規の文書に突然紛れ込んだ4ページと知ってるぞっていうことですね。一般反応です。本物の磯崎関連文書に偽造の高市関連を紛れ込ませた。おいおい、どうなってんだこれ。煽ってる。5月のレクを2月にねじ込むのは犯罪。ゴミマスは高市逃げ切りなんて書いてるが、高市さんは堂々とぶちのめしていると。公務員文書の偽造は犯罪になりますけれども、高市さんはですね、突然振ってはいた怪文書と断言しております。まあ複数の関係者に聞いたところって言ってますんで、これ以上騒ぐなら小西と作った、修正したとされるですね、西方、長潮、安藤を証人喚問したらどうすかね。下手っ取り早いんじゃね。小西も証人喚問してですね、誰からもらったのっていうのを聞いて嘘ついたら、国会証人喚問は偽証罪になりますから、記憶にございませんとかいう手もありますけれども、その必要ありますよね。小西も未だにですね、誰からもらったか言わねえしね。産経も煽っておりました。もう予算委員会終わりますんでね。立民、高市氏追い込めず敗色濃厚と、煽る一般反応。審議の妨害で国会運営をダメにすることに成功している。恨みで政治をやろうとするパヨ政党、どうでもいい話で時間を空費するのは社会党以来の伝統。森かけ桜から全然懲りてない。小西はいつ辞職すんのと。いつまで経ってもクソ者を追い込むどころかフルボッコ。小西は今まで買ったことないよ。小西たん亡命まだと。スキャンダル追及で審議時間を空費し続けた野党第一党の存在意義が問われそうだ。産経の終わりの文なんですけど、これは産経がですね、立憲がひどい目にあってほしいという願望の一文ですね。煽りますね。朝日なんかもですね、なんか文句あっときは議論を呼びそうだとか、波紋が広がりそう、願望を入れて誘導しますもんね、最後の方で。で、朝日が、こう書いたら、議論を呼んでほしい、波紋が広がってほしい、ギャーギャー騒いで反対してほしいって意味ですからね。まあ、いつものですよ。
産経もやってんだな。日経新聞最新調査で立憲の支持率がですね、8から7に、落っこっちゃいました。難癖嫌がらせの罰が当たって激減してもらいたいんですけど、まあ今でもね、あの立憲を支持しているような連中ってね、とってもあの洗脳が深いハードコアなパイロだから、なかなかあの離れないですね。どんなことがあっても離れない。小西がバカみたいなこと言って国会を停滞させても離れないですね、ハードコアなパイオは。多分洗脳は一生解けないんで、寿命による自然消滅、自然減を待つしかないんですけど、まあ大丈夫です。あの新規の支持者はいないんで、新しくは加わらないんで、歩みは遅くても減る一方ですね。パ、あんなに頑張ったのに、来年度予算案可決成立、今日の午後、予算規模は過去最大の114兆円だそうであります。ある野党議員、高市さんの問題に時間が取られ、議論が深まらなかった。これ立憲以外の野党議員が言ってんすかね。民民とかね、維新とか。そう思うんだったら、そればっかやってんねって止めろよな。立憲の議員がね、これ言ってたら、皆さん怒っていいですよ。何言ってんだって、おめらのせいだろってね。一般反応です。予算委員会で予算の話をしないから。小西が騒いで、時間潰して肝心な予算はほぼ素通り。予算なんかよりも高い市。頭おかしい。立憲以外の野党が小西の暴走を止めればよかったのに、時間が余ったら予算の話をします。こんなことやって時間潰ししてるから、支持率上がんないんだぞ。こんな連中が第一野党だから、釣られて自民も劣化する。あ、これは言えるな。立憲もあの共産も論外だから、あの、しゃーねーなーつってあの自民党に投票。変なやつでも。日テレですら、高市追及しきれなかった。嘆きの報道。予算委が今日終了で、野党議員はですね、もう好き勝手言える場がない。っていう、小西ぐらい狂ってると、あの防衛委員会や外交委員会でも平気で高市ガーって言うかもしれないですけどね。まあ放送法のことだったら総務委員会で言うべきことを外交や防衛委員会で、言うと、小西ぐらい狂ってたら言うかもしれないな。産経も勝利宣言したし、日テレも敗北宣言したしで、一旦収束するんでしょうね。あの、テレビ的には。まあ、よかったよかった。これ以上進展ない、あるいはこれ以上下がるとですね、じゃあ作成者と修正者を国会に呼べって、なることを悟ったのか、小西が謎の勝利宣言。勝利宣言してました。ただ、今回は。なんだ、唐突にただって。ご提供いただいた総務省文書が、個々の政治家との会見録と使用した資料がフルセットで完備され、違法な解釈作りの内容と高市大臣答弁までの経緯が完膚なきまで記録されている超一級の資料であることが決め手でした。何言ってるか全然わかんないな。違法な解釈作りって総務省は解釈変えてませんよって、昭和39年から変わってないですけどって言ってんだけど、小西の脳みそでは変わったこと、違法に変わったことになってるみたいですね。何言ってるか全然わかんないですね。一般なんです。何言ってるか全く理解できない。完膚なきまで、賞。超一級、賞。これ以上どうしようもないと認めたな。つまり小西の目的は国会空転。なんで当選してんのこの人。勝利はいいけど何を得たの。恥知らずは無敵だな。こいつ本物だわ。治療不可能だ。言ってる内容全然わかんないですけど、なんか荒ぶってあの勝ち宣言してるのはわかりますね。謝ったらあの死ぬ呪いにかかっているパヨの特徴としてですね、逃亡しながら勝ち宣言っていうのがあります。血だらけになりながら勝ち宣言、逃げながら勝ち宣言。なんで謝ると死ぬかっていうと、あのパヨが絶対にあの己の過ち認めないかっていうと、間違い認めるとですね、パヨの中の序列が下がってしまう。で、それはなかなか回復できない。そうなんです。パヨンの中ですよね、自分らの思想は完全完璧で間違いありえないっていうのが建前でして。これは共産党の無謬性っていうので、ちょっと検索してもらうと、すぐバシバシ出てきますんでね。どういう理屈で、その、間違いがありえない、だが、出てきますんでね。で、間違い認めないから、反省も改善もできないじゃないですか。改善できないから、いつまで経っても進歩しない。
盛りかけ桜の頃から、年中ですね話し合いでって言ってるパヨどもがですね一番ですね話しても無駄殴っても無駄、なんですよね。そんでもってはねいつまでも進歩しない時代に取り残されてる自分らのことを知識の前衛とか前進者とか名乗っちゃってんだからもう大爆笑ですよね。28日小西博之一般人おはようからお休みまで麻布食品小西発信元に対して本日に刑事告訴します。極めて悪質なので民事よりも刑事手続きを先行させます。あなたが行っている行為も違法行為です。速やかに削除してください。何言ってんだおはようからお休みまで麻布食品って書いたら悪質な犯罪になるみたいですけど、刑事告訴すんだったら刑事告発すんだったら証拠削除されたらダメなんじゃねえの。速やかに削除してくださいって書いてあるけど何なんだ、とうとう完全に狂った模様だな。本日に刑事告訴しますって日本語もおかしくない。なんか動揺してんすかね。一般反応です。何罪、こんなの民事でも怪しい、こんなの開示請求通らんぞ、これのどこが悪質なんだよ。さっぱり、切れ散らかしてるな。刑法の何条第何項違反なの。麻布食品投稿罪警察はてなはてなはてな、いきなりの犯罪指摘に皆さん困惑しておりました。小西がまあ完全に狂っただけの年中行事ですんでご安心を、頭がおかしいだけなんです、もうそれしか言えないわ、さすがの私も、都議会共産党19人そんなにいんのか。グリーンな東京1人、生活者ネットワーク1人が連名で都知事にですねコラボバスカフェやらせろ、以前出した中止要望も撤回しろ、要望書提出しておりました。他の1人会派はですね、付き合い、共産党の付き合いでしょうけど、共産党はバスカフェに固執する理由が全然わかんないですよね。そんなにやりたきゃね、代々木の本部前なり空き地借りるなりして自分らでやればいいのに、なぜなんだろう、疑惑が深まりますね。というわけで4月2日 NHK スクランブルでも、よろしくお願いします。4月8日土曜日メール党員様限定懇親会も、よろしくご応募ください。どちらも動画説明欄もっと見るをクリックしますと、ババババババッと開きますんでよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。